北海道の北部の美深町は自然の宝庫、特に松山湿原は手つかずの自然が残り、高山植物や神秘的な沼が訪れる人を出迎えます。美深町の入府地区には16滝と呼ばれる美しい数々の滝があります。水量の多い豪快な滝もあれば、繊細で細やかな滝もあり、場所によっても季節によっても違った表情を見せてくれます。標高1129メートルの箱岳、ぐるっと360度見渡すことができる大パノラマは絶好の景観ポイントです。旧国鉄備後線の跡地を利用して本物のレールの上をトロッコに乗って駆け抜けるトロッコ王国、大自然の中を駆け抜けるスピード感と爽快さは格別です。町の中心部から北へ8キロほど行くと、水と緑をテーマにした自然体験ゾーン、ミッカアイランドがあります。キャンプ場やコテージ、人工芝の上を滑り降りるターフゲレンデのほか、テニスコートやパークゴルフ場もあり、一日中時間を忘れて遊ぶことができます。遊び疲れたら温泉でのんびり。美深温泉は滑らかな湯触りで、入浴後にはさっぱりすべすべ肌になります。美深町産のかぼちゃと小麦を使ったスティックタルト、ピューカボッチャをはじめ、美深には美味しいものがたくさん。地元で採れた農産物を使った牛肉まんやコロッケなど、どれから食べようか目移りしちゃいます。色とりどりの行燈が町内を練り歩くふるさと夏祭りや、実りの秋を満喫するふるさと秋祭りなど、美深にはイベントも盛りだくさん。見どころ、楽しいところ、美味しいものがいっぱい、誰もが思わず笑顔になれる魅力あふれる北の大地、そんな美深町に遊びに来てみませんか。